スポーツ狩りスポーツ狩りとは頭の角を残し滑らかにつなげるように狩り前髪を少し長めにする男性の髪型角を四角く残した狩り方は角狩りとして区別される野球などのスポーツをする学生を中心に流行ったのでこの名で呼ばれていたブロースの変形洗いやすく清潔さを保ちやすいことから職人、板前ヘルメットや防護マスクを着用することの多い 消防リーンなどを中心に根強く支持されている。1980年代の男児の定番の髪型であったが、近年はソフトも非関等が登場し、スポーツ狩りは減少傾向にある。1956年に流行したスポーツ狩りの類型。前髪をさらに長くするもので、石原慎太郎が太陽の季節に出演した際この髪型だったため、 帽子の記者にこう呼ばれるようになった。当時、石原が通っていた逗子の塩沢利用店の店主、塩沢も一が考案したカットである。石原自身は自分の名前が呼び捨てにされることから、新太郎狩りという名称を嫌っていたという。これが原因で、日本人男性が帽子をこうむる習慣が廃れ、国内の帽子メーカーは苦戦を強いられたと言われる。ありがとうございます。